アメリカ物語、戦争屋は永井荷風。いずこにしても陸を見ることのできない航海はほとんど耐え難いほど無量に苦しめられるものであるが、横浜からアメリカの深海地シアトルに通う航海もその一つであろう。私は計らずもこの寂しい海の上の旅人になった。昼間であれば甲板で時間を消費することもできるが、晩餐のテーブルを離れてからはほとんどなすことがなくなる。かつ今日あたりはよほど気候も寒くなってきた。いや、まったく寒いな。アラスカの沖を通ると言うんだから。航海中、懇意になった柳田君が私の部屋のソファーに座った。しばらくすると隣の船房にいる岸本君が訪ねてきた。いやー、冷えますね。洋服はどうも寒くていかんです。私なんぞは全く反対ですね。日本服を着ようものなら襟首が寒くて風邪をひいてしまう。さて、ウイスキーでもどうです？今夜は一つ愉快な雑談会をしたいもんだ。それではグッドラック。グッドラック。ねえ柳田さん、今回の渡米の抱負は何ですか？定めし大抱負を持っているんでしょ？柳田君は濃くないひげをひねると自らの経歴を述べ始めた。そんな大したものはないですよ。しかし、私はある学校を卒業後、会社員として豪州へ赴きました。大陸の文明と世界の状況をこの目で見て、天地がひっくり返りました。勢いよとあの豆粒のような島国へ帰った時、会社は必ず私を重く用いると信じました。ですが、任されたのはつまらぬ翻訳ばかりで、月給わずか40円。島国の行商にうんざりしました。あの国にいても心の底から開催を呼ぶようなことは到底ありはしない。そう思っていた時、いい塩梅にアメリカ視察の話があったので、これ幸いに出国したわけです。岸本君はあっちの大学に入るそうですね。国に崔君とお子さんを残して。ええ、そのつもりです。私は東京のある会社に勤めていましたが、出世する見込みも全然なく、人に蹴落とされてばかりで、ついに解雇されました。それは私が学校を卒業したことがない、肩書きというものを持っていないからです。そこで私はアメリカで2年ほど学問をする決意をしました。妻は反対しました。無理な出世なんぞしなくてもよい、平和に相応の暮らしを送れさえすればそれでよいと。ですが最後には涙ながらに納得してくれました。そういうわけで、私はなるたけ早くどこかの学校を卒業し帰るつもりです。卒業の免状が妻への一番の土産ですから。お察しします。僕は満腔の熱情を持って君の総挙を祝しましょう。ありがとう。非常に愉快でした。明日もこんな風に過ごしたいですね。ではそろそろおいとまいたします。グッナイ。グッナイ。その後、柳田君も英語のポエムを口ずさみながら
部屋に戻った。やがて岸本くんが寂しい寝床にその身を横たえたのであろう。ベッドのカーテンを引き寄せる音がかすかに聞こえた。明治36年11月、アメリカ物語、牧場の道。ワシントン州タコマにいた頃、私はこの地に通じている友人と自転車を走らせていた。帰りに天教員を案内しよう。日本人も収容されているよ。みんな出稼ぎの労働者だ。出稼ぎの労働者、その一語が私の心を動かした。航海中、私は甲板から彼らの一群を見た。皆荷物のように扱われ、狭い汚い船底に満載させられていた。彼らは外国で3年の辛苦をすれば国へ帰って一生楽に暮らせるものと信じ、幾多の屈辱を感受してこの新大陸に渡ってくる。どうして狂気謎になったのか。実にかわいそうな話さ。しかしそういった話はアメリカでは珍しくない。そう言うと友はポケットからタバコの袋を取り出した。その男はそばの花咲く紀州の田舎生まれで、6年ほど前妻を伴ってシアトルに上陸した。彼らは過分な終戦料を払わされた後、妻は町の洗濯屋に、男は山の木こりに雇われた。木こりのもとにはすでに3人の日本人がいた。よう兄弟、知らねえ国へ来たらお互いが頼りだ。これからもみんな兄弟のように働こうじゃねえか。親方らしい男に言われ、彼は安心した。その後彼は毎日仲間と共に西洋人のボスに監督されながら一心に働いた。ある日、新参の彼は仲間から問われるままいろいろと身の上話をした。何？カカをシアトルへ置いてきた？不用心なことをしたもんだ。このアメリカ行きたきにゃ、どこへ行ったって女一人を安穏にさしとくところはありゃしねえ。傷くらいならまだしも、悪くするともう二度と顔は見られねえぜ。ああ、まったくだ。この国じゃ女という女は生きた千両箱、いや千ドル箱だ。ピンプってゼゲンが鵜の目鷹の目で女を探してやがる。往来でいきなり亭主をぶん殴って女房かっさらっていった野郎もいる。おめえさん、悪いことは言わねえ。早くどうにかしねえととんでもねえことになるぜ。新参の彼は目に涙を浮かべたが、彼の身分ではどうすることもできない。親方たちは顔を見合わせうなずき合うと、任せとけ。そのカカをここへ呼び寄せてやる。そうすりゃおめえも毎日女房の顔が見られるし、おいらたちも煮炊きや洗濯をしてもらえる。何、4人で分けてやりゃ女の一人くらい食わせるのは何でもねえ。彼にはこの意見に同意する力も反対を唱える資格もなかった。親方たちは町へ出ると男の妻を連れ小屋に戻ってきた。それからしばらくの間、夫婦は何事もなく幸福に毎日を過ごした。しかしある雨の日曜日、
一同が小屋の中で酒盛りをし、飲むやら歌うやらするうち夜が更けた。やがて夫婦が寝床へ行こうとした時、親方が他の男たちに目配せをして言った。おい待ちな、ちょっと相談がある。おめえにお願いがあるんだ。他でもね、今夜一晩カカアを貸してくれねえか。よって言うんじゃねえ、冗談でもねえ、シャレでもねえ。どうだい、不承知か。不承知ならまあいいや。しかしよく考えてみな。この山ん中で4人こうして働いて、食うものも分け合ってよ、死なば一緒の兄弟分だ。自分ばかりが良けりゃそれでいいのか。俺たちはな、アメリカへ来て5年になるが、一遍だって柔らかい手に触れたことはねえんだ。もちろんおめえの宝はおめえのもんだということは分かってる。無理無体に踏んでころってんじゃねえ。ただ貸してもらおうとお願い申してるんだ。ま、早い話がよ。おめえはオイラたちの持ってねえものを持っているから、それを分けてくれというのよ。どうだい、話が分かったか。なら早く返事を聞こうじゃねえか。それを聞くと、男は失神して倒れた。彼は蘇生したが、心を病んで天教院に入れられた。友の話が終わったとき、私はほとんど呆然としてしまった。友は片足をペダルにかけ、後ろにいる私の方を振り向いて言った。仕方がないさ。我々は自分より強いものに出会ったら何をされても仕方がないんだ。だから我々はマイティーゴッド、全能の神に嫌でも服従しなければならないのさ。彼は愉快そうに笑い、車の速度を上げた。あたりは夕日の光、まばゆき牧場。どこからともなく牛の首につけた鈴の音が聞こえた。ポートランド行きの列車が野の外れを走っている。明治37年1月。